お待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。その先、通信用の電波を発する電信機もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。新千歳空港から乗り継ぎのお客様は自動係員にお知らせください。